皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です。今夜もあなたと一緒に桜ライブ、よろしくお願いします。さて、日米首脳会談が終わりました。最も強く感じたことは、拉致問題についてすごく良かったなと思ったことです。トランプ大統領が拉致の被害者を日本に連れ戻すという表現で語りました。これはやっぱりその北朝鮮との情報交換、ポンペオさん、金正恩と会っているわけですから、そのような情報交換の中で日本の拉致被害者が生存しているという情報を得ているに違いないと私は思いました。今夜はこの日米首脳会談に同行取材をした産経新聞官邸キャップの滝田真紀子さん、そして文部科学省の科研費の問題を鋭く追及している衆議院議員の杉田水脈さんのお二人においでいただきました。こんばんは。よくおいでくださいました。よろしくお願いします。こちらこそ。滝田さんはね、先ほどその今朝というか、アメリカから帰ってきたばっかりでとっても疲れていらっしゃる、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。杉田さんもまた今日はこの黒い洋服で、そうなんですよ、黒でかぶってしまって、決して私黒装束に身を包んでミート運動をやってきたわけではございませんで、朝今日は靖国神社の方に参拝をさせていただきましたので、今日は黒で来たんですけれども、今日ちょっとひどかったですね。ね、映像で見たらその、野党の女性 の議員の皆さん方が黒い衣装で、私もそのセクシャルハラスメントの被害者だということにそのなんて共鳴してということですね。あれは一体 どういう広がりを見せているんですか。いや、特に広がりとかっていうのはね、ミートゥー運動とかあんまり普通の女性は日本の中では関心がないと思うんですけれども、彼女たちはやたらセクハラっていうのとミートゥーっていうのと、その他慰安婦問題なんかも結びつけようとしてるんですが、今日一番迷惑を被っていたのは、今野党が審議拒否をしているわけですね、で委員会に出てこないんです、で私も今日内閣委員会と厚労委員会出ましたけれども、そこの中でも出てこないと、で内閣委員と厚労委員会なんか午前中は、その野党が出した法案に対しての質疑をやる予定だった、それで与党側 の議員がその質問に立ったのに、途中までちょっといたらしいんですけれども、そのまま席を外して、国対に行くって言ったまま、その野党 の答弁に立つ側の議員が帰ってこなかったそうです、で後で見たら、そのミートゥー運動に行ってたんです。なるほどね。これありえないでしょ。国会もすごくおかしいんだけど、この財務省の事務次官の福田さんの問題は、まず私たちその明らかにしておきたいのはね、その福田さんのやってたことひどいことですよ。これはもう絶対許せない、ああいうその下品な言葉で ね、その女性記者にね、迫っていたのは事実なわけですから、これはもう許せない、アウトだということを大前提にして、でじゃあ私たち3人とも女性で、私竹田さんと私はジャーナリズムで、あなたもいろんなところに取材に行って、その女性がね取材をするということ、またその社として女性記者に取材をさせるということについて、私たちなりにきちんとしたそのなんていうルールみたいなものを自分の中で持っていないと、これとんでもないことになると思うんですが、滝田さんも政治家を、担当記者としてカバーしたことはあるでしょ。あ、もちろんあります、もともと番記者としては、私は森総理番から始まって、でそれで山崎幹事長、自民党の山崎拓幹事長をやったり、あと橋本龍太郎さんが行革担当大臣の時にやったりとか二人とも脂っこい方ですね。でその後に町村信孝さんとか、一応個人、個人というか、政治家の担当はしたことあるんですけど、私そんなセクハラというのを受けたことが実を言うとほとんどない、珍しい、多分おそらく珍しい女性記者なんですよ、政治部では、そうということは、そのセクハラっていうのは政治家の間ではよくあるってことね、というか、そのレベルにもよると思うんですよね、実際その言葉で終わるのか、それか触るのかっていうのもいろいろあると思うんですけど、いずれにしても受け入れられないのは当然であって、で女性記者も一応そういうリスクはあるという前提でいろいろ取材方法を模索していかなきゃいけないと思うんですけど、私個人の話をすればですね、私は基本的にそういう人とは付き合わないということにしてたので、それはすごくいいこと、そういうのを犯してまでもすごい、もうすごい下品な表現をして言えばですね、寝てまでして撮るネタはないわけですよ、でね、だいたいそういうね、いやらしい
しいことを求めてくる人に限ってネタはくれません。なるほど、と私は個人的に自分の経験で思ってるので、別にそんな関係なんて求められることもなかったし、基本的にまあ男性記者のような付き合いを自分ではやってるとは思ってます、ただ今回の場合、その女性記者がね、どういう経緯で あんな感じシチュエーションになったのか分かんないんですけど、でもやっぱり女性記者の中でもやっぱりその取材先とね、夜バーに行ったりする、結構頻度が高い人とかいるわけですよ、で、まあ、私のスタイルですけど、食事は差しでありますよ、それはコンスタントに、でもその後にバーにまで行く必要がありますかって私は思うんですよね、もう一次会で終わっていいんじゃないかと思うので、大体のケースは私はもう一次会で帰っちゃいます、二次会とか行かないんですけど、中にはやっぱり二次会に行ってお酒をこう二人でバーとかで飲んでっていうのもいるらしくって、そこではやっぱりそういう言葉がどうも出やすいんじゃないのかなと、そういう出たっていうことも何とか聞いたことありますね、ちょっと私がね、わからないのはね、この女性記者とその、福田事務次官、彼が主計局長の時からっていうことで1年以上1年半くらいですか、その複数回にわたってその食事に2人だけで行ってると、その間に彼女はその繰り返しセクハラを受けたと言ってるわけですよね。それをなぜねテレビ朝日が守りきれなかったのかって、例えば産経でそのようなことがあったらですね、社としてその人に取材相手に抗議をすると思うんですよね、で抗議をして治らなければ、もうこれはもう担当を変えるとかね、してするのが当たり前、これはやっぱりメディアとしては自分のところの社員を守らなきゃいけないわけですから、社員を守りきれないでね、そういった嫌な思いをそのしている人に対して、もっと言ってそのネタ取ってこいっていうのはね、これはすごくおかしいというふうに思うんですけど、どう？いや非常におかしいと思います、今もう野党の方がその女性記者の名前を言ってしまって、でじゃあ上司が握りつぶしたって形になってますけれども、その朝日のテレ朝のね、じゃあその上司は実は女性であったっていうようなことまで分かっていますし、その方の旦那さんはテレビ朝日新聞の方でいらっしゃるっていうことも、もうずっと出てますよね。じゃあ、さっき桜井先生がおっしゃった通り、もしそれが1年半もずっとあったんであれば、なんかその朝日とかテレビ朝日とか朝日新聞とかに別の思惑があったんじゃないかと思われても、私は仕方がないんじゃないかなというふうに思います、それはつまりこのような時期に出したということは安倍当確ということを狙っているという、永田町としては当然そのような政治的な見方をするのは当たり前ですよね。ただね、その今女性はいろんな分野に進出していて、記者の間に女性ってものすごく増えてますよ、そのテレビ記者だって新聞記者だって ね、その女性記者がきちんとした働きをしようとしたらね、ここのところのルール作り、その自分の中でもルール持ってないといけない、例えば滝田さんがね、食事はするけれども、飲みには一緒に行かないと、で産経新聞の場合はね、その飲みに行く場合上司がくっついてくっていう話も私ちょっと聞いたんですけど、その辺はどうなんですか？それは女性記者からそういうアピールがあればっていう話だと思うんですよね、だからその女性記者がどこまでそれを不快に思うかっていう話もあるとは思うんですよ、それは個人差が、おそらくあるんでしょうね、きっと。でも私これこのテレ朝のね話を聞いて一番やっぱ下せなかったのは、そのやっぱりそういうネタがあって許せないと思うんだったら、本来ならば自社で報じるべきなんですよね。それを言おうと思ったの、でそれってやっぱ自分たちなんか手につばするような話だと思うし、でそれができなかったから彼女は仕方がなく新潮の方に持っていったという話なんでしょうけど、その上司が相談を受けて、私女性の上司だっていうのちょっと知らなかったんですけど、その上司が女性で、でもなんかその女性の上司もこういうことを訴えても社内ではこれがうまくちゃんと問題解決にならないっていう判断をしたとかいうなんかあるんですよね、指摘が。それだとしたらそれはテレ朝の体質であって、テレ朝が多分おそらく今まで社内でセクハラ問題をちゃんと適切に処理してなかったんじゃないかと思うんですよね。もしね、テレ朝がきちんとそのような問題を社内で整理することができていたメディアとしての機関であるならば、このようなことは起こらなかったはずですよね。だってスクープですよ、これすごい話ですよ。そう、わかんないですけどね、出た時の私たちの私のリアクションよくわかんないけれども、まあでもこれぐらいのね、こんなに騒がしている話なんですからね。今までね、その国会問題でね、いろんなその問題があったけれども、その国会だけではなくて財界でもどこでもね、それから検察でもね、その女性記者がその送られていて、その
まあ、見目麗しい女性、はい、若い女性記者が送られていてね、はい、ネタ取ってこいって言われているという実態はある程度あるんですよね、うん、そうでしょ。だってあの山崎拓さんの話が出ましたけども、はい、あの方の担当記者なんてほとんど全員女性だったわけでしょ。半分ぐらいが女性でしたよね、うん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 、そこでネタを取ってきた人たちもたくさんいるわけでね、うん、まあ、ちょっとでも私はなかったんですよ、うん、だからあなたどうだった。唯一嫌われた女性記者だったんで唯一でしょ。唯一だったと思いますよ、うん、いや、でもきちっとそういうふうに、ね、あのやっぱり自分の中でルールを持つということも当たり前ですし、うん、そこの会社にちゃんと言ってそこの会社の中でやってもらうということも私も当たり前のこと、うん、じゃあそこは会社がやらなかった場合、うん、また自分がどういう基準を持って、うん、じゃあその会社でそれでもやり続けるのか、そこはやめて違うところに行くのかとかっていう、やっぱりそういうことをきちっと思っているということも必要ですし、うんうんうん、あとあまりにもこの問題ね、うん、あの今回の朝日みたいなのをやってるとで、これにまたミート運動だってわーってやって、それに便乗しすぎ、便乗しすぎでしょ、うん、でそれあんまりやりすぎるともうあの女性の政治家には女性の記者しかつかない、うん、男性の政治家には男性の記者しかつかない、であのもっと言ったらそこからいくと、じゃ あの LGBT の問題どうするんだとか、うん、またどん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 なんかおかしい、それもそうだけど、もう政治家がその今文書の問題とかいろいろなってるわけですよ、うんうんうん、もう政治家が記者と話さなくなる、役人が政治家と、うん、あ記者と話さなくなる、うんうんうん、そうなったら何が起きるかって言ったら、うん、もうあの情報が、我々がメディアが情報を取れなくなって、うん、あの私別にかっこつける気もないですけど、一応我々はこう いろんな、まあ、監視役ということを建前上は言ってますけど、うんうん、そんなのも完全にできなくなるわけですよ、うんうん、何も報じられなくなっちゃう、うん、そんなのがいいんですかと。よくない。それでね、テレビ朝日 その報道局長でしたか、夜中に記者会見した時に、うん、その、あの問題を訴えられた時に、うん、これを表に出すことができないという判断をした。なぜならばそのようなことをしたらその記者が特定されて、うん、そのまた被害に遭う、うん、あのというようなことをおっしゃってましたけども、うん、これってね、やっぱりメディアってある意味で戦う組織ですよ、うん、はい、断固として戦う時には戦わなきゃいけないのにね、うん、はい、何がこんなことで、ね、戦えないなんて、テレビ朝日ってなんで腰抜けなテレビ局だろうと、うん、私思いましたよ。私てっきりあの会見あるって聞いたら、もちろん、うん、あの、うん、日米首脳会談で動いてる時だったんですけど、ええ、てっきり局長が辞めるかと思ったんですよ、ええ、その会見かと思ったんですよ、守りきれないから、そう、対応がちょっとまずかったということで、うんうん、女性を守りきれなかったことはこっちのミスですということで、ね、うん、そのくらいしてもおかしくないですよね、うん、ええ、本末転倒です。で、ね、うん、でね、ただここでやっぱり最後に一つはっきりさせておきたいのは、私たちは女性として仕事をするときにね、うん、あのようなセクハラは断じて許さない、うん、ね、あの福田さんという人はもうとんでもない男ですよ。だからこれは許さないということを大前提として踏まえた上で、うん、やっぱりテレ朝おかしいねということですよね、うん、はい、そこをちょっと明確にしておきたいというふうに思います、はい、そこでまあごめんなさい帰ってきてそうそうすいません、ミーの話それで全然それとは別の世界でこうあの仕事してきたもんで、この4日間ぐらい、そうね、それでいかがでしたか日米首脳会談ですよね、はいはい、いやすごくあのやっぱり行ってよかったですよ、うん、これ行く行かないで全然やっぱり今度の米朝首脳会談を日本がどういうふうに迎えるのかっていうのは違うし、うんうん、やっぱりそのトランプ大統領に、うん、直接物事を言って、うん、トランプ大統領が耳を傾ける外国の首脳っていうのは、うん、もう何人かいるとしても、うん、その中でやっぱダントツにずば抜けてるのは安倍総理なわけですよ、うん、でやっぱりトランプさんは特に拉致問題でね言ってましたけど、総理の情熱に自分も、まあ、自分に乗り移ったと、うん、そこまで言ってるわけですよ。だって彼こう言ったでしょ、その拉致問題の解決は心臓にとって大事だから、だから自分にとっても大事なんだって、はいはい、こんなことをね、世界の首脳、うん、他の誰が言ってくれますか。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、
花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うにその長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからねこの吉田長所公開したらいいじゃないの全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。